それでは両選手のプロフィールをご紹介しましょう。まずチャンピオンのウィリアム・ジョッピーです。アメリカ・ワシントン DC 出身の26歳。93年にプロデビュー、95年にロドニー・トニーの持つ北米ミドル級タイトルに挑戦しますが、12回引き分け。これ以外の試合は全て勝利を収めています。素早いフットワークと鋭いジャブに定評があります。昨年6月には東京で竹原慎二に9回 TKO 勝ちし、 WBA 世界ミドル級タイトルを獲得、2度防衛しています。戦績は25戦24勝1引き分け、24勝のうち19の KO 勝ちがあります。そして挑戦者はハードパンチャーフリオ・セサール・グリーンです。ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の30歳。90年にプロデビュー後、93年にウェイン・パウエルに7回 TKO 勝ちし、北米ミドル級タイトルを獲得。95年には WBA 世界ジュニアミドル級王座決定戦でカール・ダニエルズと対戦しましたが、12回判定負けしています。今回は急遽 WBO から WBA へターゲットが変わりましたが、念願の世界タイトルに手が届くんでしょうか。戦績は23戦21勝2敗、21勝のうち15の KO 勝ちがあります。はい、という両選手のプロフィール、試合の映像に行く前に浜さん、一言だけここで伺っておきます。まあ、やっぱり急にチャンピオンジョッピーが試合決まったということで、はい、チャンピオンの仕上がり具合どうかなっていうふうに思いますね。さあ、それではご覧いただきましょう。ジョッピーとグリーンが対戦します。 WBA 世界ミドル級タイトルマッチ、場所はニューヨークマンハッタンにありますマジソンスケアガーデンのリングです。WBA 世界ミドル級タイトルマッチ、ウィリアム・ジョッピー対フリオ・セサール・グリーンの一戦です。Introducing first the challenger on my right, fighting out of the blue corner. Entering the ring wearing green trunks with gold trim, originally from Santo Domingo in the Dominican Republic, now fighting out of New York City. He weighed in at a ready 159 pounds. His record stands at 21 wins, 2 losses, 15 wins coming by way of knockout. Here is the WBA number 4 ranked middleweight contender, introducing Julio Cesar Green. 挑戦者、フリオ・セサール・グリーン。さすが名前通り、グリーンのトランクスで、グリーンのダウン着てますね。私はおそ松くんという漫画がありましたけれども、はい、旗坊というキャラクターがいまして、はい、頭にやっぱりあのような旗を立てておりました。あれは日の丸だったんですよね。He weighed in at the middleweight limit of 160 pounds even, with a fine record of 24 wins, no losses, one draw. He has 19 wins coming by way of knockout. Tonight he is making the third defense of his title, introducing the undefeated WBA middleweight champion of the world, William Joppy Jr. チャンピオンです。急遽この試合にやってまいりましたウィリアム・ジョッピー。これが3度目の防衛戦になります。竹原選手からタイトルを奪いまして、その後2度勝ちを収めました。2度の防衛、前回が5月10日ですから3ヶ月半ぶりの試合になります。インターバルとしてはまあそこそこのインターバルだと思うんですが、問題は直前に言い渡されたというその精神面、あるいはそのつもりで仕上げてないでしょうから、その辺がどうなんでしょうか。両者が顔を絞ったということは、はい、もともとできる状態ではいつもいたということも言えるかもしれないですね。なるほどね、さあ両者がコーナーに分かれます。ウィリアム・ジョッピーは160パウンド 72.6 キロです。一方グリーンは1パウンド軽く上がりました。159パウンドです。72.1 キロ。まもなく試合が始まりますが、さあ今ゴングが鳴りました。試合開始です。WBA 世界ミドル級のタイトルマッチ。本来ならばここで行われるのは WBO のタイトルマッチだったんですが、なんとチャンピオンが入れ替わりまして WBA のタイトルマッチになりました。黒のトランクスがウィリアム・ジョッピー。この選手が急遽ドンキングの要請でやってまいりましたチャンピオンであります。そしてグリーンのトランクスが名前通りフリオ・セサール・グリーンです。
このグリーンはですね、アマチュア時代ですね、はい、258勝6敗ですね。すごい成績ですね。それで258勝中200のですね、KORSC ですからね。まあ、プロでもっと伸びると思われたんですけどね、まあ、カール・ダニエルスにその挑戦して敗れてですね、もう年齢も30歳ですね。まあ、浜田さん、はい、グリーンの方も対戦相手がこれ変わったということで、ロニー・ブラッドリー相手を想定してやってたわけですからね、その辺どうでしょうね、挑戦者側から見ますと。挑戦者側からしても、まあその対戦用に戦法も作ってるでしょうからね、まあ、若干、計算通りにいけなかったっていうのはあるかもしれないんですけどね、ただ世界タイトルが流れなかったっていうことだけで気分もいい、うんと思いますよ。あ、なるほどね。まあ、調整っていうのは支配日を境に10日前何する、20日前何する、1ヶ月前何する、そういうふうなスケジューリングしますよね。まあ、だからそういう意味では、まあ、体調の調整っていうアジャストメントはそのこの挑戦者はうまくいってると思いますけどね。今回はブラッドリー2週間前に網膜剥離が発覚したということですので、当然本人に挑戦者に知らされてきたのはもうちょっとあと期間が短いということになります。これがですね、相手が急にサウスポーに変わったりするんだったらまた別でしょうけどね。あ、ちょっとバックハンドですね。バックハンドっていうのはグローブ の背の方で打つことで、これは反則なんですけどね。フロントランクス、ウィリアム・ジョッピー、一方のグリーンの方は5ヶ月ぶりの試合になります。前回の試合が3月29日バーニス・バーバー相手に4ラウンド TKO 勝ちを収めています。これが2度目の世界挑戦です。1度目がカール・ダニエルス、この時は判定負けをしています。ミルクロス、いいパンチャー取りましたね。ちょっと効きましたよ。あ、そうですか。チャンピオン下がりました。やり落とします。ユースサールグリーン、あ、ゴングです。第1ラウンド終了しました。さてどうでしょうか。ポイントは私はグリーンにつけます、はい。いつも最初の試合のですね、1ラウンド終了後に採点記事申し上げるんですけど、最初の試合なんともう1ラウンドで終わってしまいました。だからここで申し上げたいと思うんですけど、まずですね、有効なクリーンヒット、そして構成防御技術、そしてペース支配リングジェネラルシップですね。でどちらとももう つけられないようなラウンドはですね、どちらがそのペースを支配しているか、リングジェネラルシップで振り分けるんですね。 WBA 世界ミドル級タイトルマッチ12回戦、場所はニューヨークマンハッタンで行われています。ラウンド2、第2ラウンドに入りました。チャンピオンがジョッピー26歳、挑戦者グリーンは30歳。身長は両者一緒です。5フィート10インチ、失礼、若干違いますね。10インチがグリーンであります。178センチ、そしてウィリアム・ジョッピーがハーフインチほど低いので、それより、まあ、1センチぐらい低いと考えてください。左、お、やりを返します。いい左ですね。自身はグリーンの方がありそうですね。ただスピードはジョッピーの方が上ですね。ちょっと苦笑い、ウィリアム・ジョッピー、フロントランクス。さて、浜さんはこのチャンピオンのジョッピーの動き、立ち上がりからここ2ラウンド、こっちもこう2ラウンド、若干ちょっと強いパンチ、組むところはありましたけど、全体的には、まあ、短期間で仕上げた割にはいいなっていう感じしますよ。見たところ体のね、当然ながらダブスクもありませんしね、まあ、いつでもできる状態だったからそうなんでしょうけどね、はい。しっかりとウエイトも160パウンドきっちりと上げてきています。大きいのはいくつかくっといますね、はい。全体的に体のキレが悪いとかそういうのは見当たらないですね。
たりついていきます。どうも小泉さん、左の出し方がなんとなく手の甲で、おー、左フック飛び込んでいったところ、左フックアウトしました。チャンピオンダウンです。まあ、相打ちに近いような状態ではありましたけどね、はい、ジョッピーの体が宙に浮いたところでしたね。あ、見事な一発でした。チャンピオンダウンです。さあ、ラッシュをかけます。ドミニカのリオ・セサール・グリーン。ドミニカ出身の、まあ、ニューヨーカーですよね。ニューヨークに住んでるんですけどね、やはりニューヨークのボクシングですね、はい、どういうボクシングですか。ニューヨークはですね、そのパワーボクシングなんですよ。それでですね、ともかく左フックを振るんですよ、ニューヨーカーっていうのは左フックを人に、ニューヨークのトレーナー昔から教えるんですよね。それです。結構まあ、シュガレー・ロビンソンとかですね、その素晴らしい選手がマイソン・スケア・ガーデンでそのよくやってましたよね。だからその小粋なボクシングであって、なおかつその決め手としての左フックを、まあ、あるいは右クロスですね、それに合わせるタイミングとか、そういうのはニューヨークのトレーナーとしてもうまいんですよね。ということでダウンもありました。はい、ポイントはですね、10対8ですね。グリーンのポイントです、はい。まあ、これは問題なく10対8ですよね、はいはい。まあ、10対8を10対9にするぐらいの反撃はしてませんし ね、はい、そう、グリーンのすごい勢い、左またクロス、左のクロスです。クリオセサーグリーン、フロントランツチャンピオンウィリアムジョッキー、ちょっと序盤ダウンを奪われてしまいました。第2ラウンド、今このラウンドは第3ラウンドです。まあ、この伝統のミドル級、今現在はトップスター、まあ、スーパースターがいない状態であります。かつてこのマジソンスケアガーデンで活躍しました、今お話があった黄金のミドルの時代を築きましたシュガーレイ・ロビンソン、まあ、まさにあの時代はトップスターとスーパースターだったんでしょうね。大きいな、おー、ダウン、今度はグリーンダウン、ダウンの応酬です。急にパンチ効いたですね。どうしたんでしょう、ダウンです。ダメージはどのぐらいあるか。さあ、ジョッピー行きます。第3ラウンド、左から右、空振り、あーと右のクロス、右のクロス、ウィリアムジョッキー、さあ、ガゼン反撃に出ました。あー、ビアッパ、ビアッパふらついています。大きなチャンス、また右、なんとかクリンチしようというグリーンです。あーと右のストレート、ダーン、ビアッパーです。強烈なパンチが入りました。ダーン、クリンチを許しませんでした。チャンピオンのジョッピー、グリーンが立ち上がりました。顔は随分腫れてきています。まだ時間はあります。身を持っていきます。あーと右のストレート、チャンスですね。2つのダウンを期しています。 WBA のタイトルマッチですから、はい、もう一度ダウンするとですね、3ナックダウンルール適用ですね、1ラウンドに3度ダウンさせて自動的にここで試合ストップですからね。十分その可能性ありです。50秒切りました。さあ、ウィリアムジョッキー、ここで試合を決めてしまうでしょうか。ビッ、あー、右に倒れそうだ、倒れそうだ、右クロス、クロス、倒れません。なんとかこらえています。逆にいいパンチ食いましたね、ジョッキーが。あー、そうです。あー、ドミクロスレート効いてます。あとわずかです。あと一押し、左から右、右が当たりません。なんとかクリンチしようというグリーン、懸命のグリーンです。左から右、随分もらった、あー、グリーンを返します。ちょっとバランスを崩しました。残りわずか、あと10秒ちょっと、今10秒切ります。さあ、倒せるか。あー、手が出ません。チャンピオン手が出ません。ちょっと攻め疲れましたね。クロスは入りません。ゴングです。グリーンよく頑張りました。3つ目のダウンはなりませんでした。しかしこのラウンド、チャンピオンのジョッピーがダウンを奪い返しました。しかも2度ダウンを奪っています。ポイントとしては10対7ですね、はい、2度ダウンがありました。ジョッピーがだから1ラウンド目10対9、2ラウンド目10対8としてもですね、この2つ、このラウンドでもうポイントを一挙に挽回しましたね。あ、そうですね。普通だったら2度ダウンの後のあの
連打食ったところでストップ来るのかなと思いましたけどね、なかったですね、そういうなかったですね。まあしかしその爪よく手が出ましたね。あともう一つ決定的がなかったですけど、まあ要するにもうあの時には相手がグリーンの方が打ち返したところですけどね、もう捨て身なんですね。ジョッピーは逆に相手打ってきたんで、まあ攻めすぎたんで疲れましたけどね。さあジョッピーが俄然余裕が出てまいりました。第4ラウンド WBA 世界ミドル級のタイトルマッチです。チャンピオンジョッピーにとったら突然のピンチヒッター、しかしそれを快諾しました。そして3度目の防衛戦、このニューヨークマジソンスクエアガーデンのリングに上がったわけです。最初こそダウンを奪われました第2ラウンド、しかし第3ラウンドに2つダウンを奪い返しています。おっと、これは足を取られました。そうですね、まだ効いてますね。効いてるんですね。あのスリップといえばですね、このラウンドの最初レグリがその進行ストップして、あのコーナーのキャンバスを引かせましたね、あれはいいことですよね。試合の時コーナーへ詰められた、で半分スリップ半分ダウンみたいなことがありますね。それは結構揉めますよね。それが勝敗のポイントになったりします。そういうのを防ぐためにもですね、やはりレグリは試合開始の時にあれあのコーナーのキャンバス濡れてるかどうか、それで濡れてたらセコンドに指示して吹かせるというのは大事ですね。先ほどまだ足を取られる場面がありまして、まだ効いてるという挑戦者フリオセサルグリーン浜田さん、まあ、ジョッピーにしてはこれチャンスのラウンドでもありますね、一つね。まあ本当はそうですけどね、まあ、ジョッピーも一緒になってちょっと休んでますね。これがですね、やはりもう練習で仕上げてきててですね、そのスタミナ十分だったらですね、そう行くのかも分かりませんけど、あちょっと行けない状況にあるかも分かりませんね。なるほどなるほど、まあそう無理しなくても、この相手だったらアウトボックスできるだろうっていう気があるのかも分かりません。まあその辺は本人しか分からないところです。まあコーナーの判断もあると思いますね。お前はもうこれ急なんだからもうちょっと行く行け倒せるからっていう指示が踏んだのかもしれませんし、確かに様子を見ているようでもあります。まあというと、まあ、長丁場を考えたことなんですけどね、ただまあ普通あれだけだったら、まあ次のラウンド終わらせてしまえばもうそれでスタメンのムランにも関係ないわけですから、はい、ただやっぱりあの長丁場になることも計算入れてるんですよね。おっと、また同じようなシーンが出てきました。まだ効いてるんで、足の踏ん張りはまだしっかりはしてないですね。2度もダウンしたんですからね。まあ普通だったら止められてるでしょうね。はいはい、刺してパンチの交換はありませんでした。その代わり口のやり取りがありました。第4ラウンド終了です。まあジョッピーの、まあ、アウトボクシングそれが、まあ、このラウンド試合してたと思いますね、はい、ジョッピーのポイントです。これ最後やり合ってるの第5ラウンドです。 WBA 世界ミドル級のタイトルマッチ12回戦、ニューヨークマジソンスクエアガーデンで行われています。1万4000人を超えています。ボクシングの殿堂、まあ、ボクシングだけではありません、いろいろなスポーツがここで行われています。小泉さんこちらいらっしゃったことありますよね。ありますよ。何が印象的ですか、会場的には。まあ、会場的と言いますかね、まあ、やはりあのドーム型で中が広いですね。でやはり、まあ、伝統のあるそのアリーナですね。いやこれは、まあ、マジソンスクエアガーデンの、まあ、他にも同じようなアリーナはあるんですけど、そこが伝統の持つ強みですね。だからシュガレー・レナードとかですね、オスカー・デラホヤなんかもマジソンスクエアガーデンでその試合することに感激したりしてますもんね。デラホヤもやりましたもんね。例えば地方の選手がですね、日本ですよ、はい、してやっぱりコラケホールで戦いたい、ボクシングのメッカで戦いたいって、そういうのと似たもんがありますね。そうね、おそらくね。
ここはブレイクにします。背中その軌道に打ってはいけない、注意したのね。あれはかなり危ないパンチ、ね、軌道にって、まあ、腎臓、まあ、背中なんですけど、はい、あれ一応は本当に重大な反則なんですね。去年、いえ一昨年だったんですかね、 WBC 総会でかなり医学報告があったんですね。後頭部を打つラビットパンチ、クリンチの時なんかよくグローブでやり、はい、昔やってましたね、はい、それと背中の裏側、はい、その腎臓の後ろですね、あれを打つのは非常に危険が多いっていう報告があって、それ以降特に WBC 系のタイトルマッチでは厳しく注意されますね、その警告、はい、繰り返すと反則点取られますよ、はい。ユルフストレート、このラウンド少し先ほどまでの3ラウンドまでの激しさが消えかけていたんですが、今のストレート、さあまたこのラウンドの後半になりまして激しさが増してきますでしょうか。あと30秒あります。グリーンも表彰だけ見ますとかなり苦しそうではあるんですが、ジョッキーもなかなか打っていかないです。ジョッピーのアマチュア時代の戦績がですね、48勝4敗なんですよね。まあ、日本で横浜アリーナで竹原選手と戦いましたけど、まあ、試合の通りですよね。結構スピードあるんですけど、パンチの当て方は雑なんですよね。ナックルがきちんと当たる打ち方はしてないですよね。現に先ほどバックハンドのフローを見せてたりしてましたね。まあ、シュガレ・レナードが好きらしいんですけどね。シュガレ・レナードのちょっと悪いところも見習ってるような感じがしますね。フリッカー気味のなんか打ち方というか、ね、そうですね。シュガレ・レナードのパシパシパシってそのパンチ打つときにはちょっとオープンブロー気味で出すときあるんですけどね、はい。そういうポイントとしてはですね、さっきの5ラウンドウィリアム・ジョッキーのラウンドですね、チャンピオン、ローペ詰めていいジャブジャブジャブから右に当てたりしましたね、はい、有効のクリーンヒットは多かったと思います。第6ラウンドに入っています。出てくるところ今度は左を右を返していきます。右から左、ボクシングではともかく相手の右を受けないために左のガード上げろ上げろっていうわけですね、指導者は。アメリカの選手はですね、左をそれほど上げないんですよね。上げると左肩が硬くなってですね、ジャーブ左フックが出ないから、まあ、ウィリアム・ジョッピーもそうですね、左手をちょっと下げながらやるんですけど、はい、じゃあ右来たらどうするかって言ってそれだけの練習はしてるんですね。バランスって言いますか、顔面の置き方がですね、日本なんかやや前へ出しますけど、アメリカの選手はちょっと後ろへ反らせるんですよね。左入った、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 右が空振り、ロープに引っかかってしまいました。左入りましたね、浜さん、左入りましたよ。まあ少し、足を使って少し休みますね、ジョッピーは。消えかかっていた導火線、また火がつきましたか。ダウンの応酬がこの試合の序盤にありました、はい、グリーンも回復してきましたね。ジョッピーが追い上げないから、ダウン2つ喫した次のラウンド4ラウンドあたりはまだかなり足を、ね、2度スイープさせてましたけども、戻ってきましたか。ジョッピーもあのラウンドで結構疲れたっていうことは考えられませんか。まあ確かに打ち疲れなところありましたけどね、これだけの選手ですからすぐ回復しますからです、ね、だから逆に打たれた方はもっと疲れてますからね、打たれ疲れ、まあ今から思うともっと攻めるべきだったでしょうけど、まあ少し楽なやり方してますね今。まあ、実際には次のラウンド乗っかってどうあるかなと思いましたね。ですね、ウィリアム・ジョッキー96年6月24日、竹原慎二選手からタイトルを取りました。その後2度の防衛です。
世界初挑戦にしまして初めてタイトルを手にしましたジョッキー。うっとっと、おーとゴング、なんかレフリーの目をかすめて左が入ったような感じもありました。第6ラウンド終了です。このラウンドはこの挑戦者のグリーンの方のポイントにしますね。いい左フックがあって一瞬あのぐらつかしましたよね。そのグリーンのコーナーグリーンのコーナーって不思議ですね、はい、ブルーコーナーとレッドコーナーありますけどグリーンという名前です、ね、まあ言うまでもないです。グリーンのコーナーはないんで青コーナーですもんねさあ第7ラウンド、さあそうしました浜田さん、はい、この落ち着いてしまっ落ち着きかけてる試合なんですけども、どの辺がこの終盤の後半の見どころになってきそうですか、ポイント。まず挑戦者のグリーンからするとですね、もう今の形でどんどんあの回復してきてますから、それで、まあ、あとは攻め方のやり方ですね、どうやって攻めるか。ですからグリーンは今のままで順調でしょ。ああそうですか。あとチャンピオンのジョッキーの方なんですけどね、こちらをどう見るか。まあ、だからじゃあもうこのラウンド、あこの試合無理しないで、判定で、勝とうかという風に切り替えてるのか、もしくは今のままで行きながら少しのチャンスが出たらダッシュしようと思ってるのか、それはどっちかでしょうね。24勝のうち19の KO 勝ちがあります。KO できなかったのは5勝。ウィリアム・ジョッピー、このまま足を使い始めますか。もうあの前半3回までのボクシングとガラッと変わってますよ。ですね。これはいけません。また背中を打ってしまいました。先ほど注意を受けていますが、まあ、マイナスにはなりません。減点にはなりません。完全にもう距離を置いています。アウトボクシング打ち合おうとまずしません。危険を犯さずというボクシングに切り替えたかもしれないですね。ホームタウンがワシントン DC というこのジョッピーに対してブーイングが飛んでいます。横浜でその竹原選手やった時もこういうボクシングしましたよね、はい。私はスタミナないのかなと思ったんですよね。なんかこうして時間稼ぎしてるのかなと思ったんですけどね。やっぱり竹原選手のパンチちょっと怖がってたんですよ。ここが自分のパンチが結構打ち出すと当たるもんだから調子に乗ってしまったんですよね。左を返しましたグリーン。関門運動神経もいいんでしょうけど、ハート自身は私はそれほど強い選手じゃないと思うんですけどね、ウィリアム・ジョッピーは。ジャブをついてポイントを取ろうというジョッピーです。そして足を使います。ゴングです。第7ラウンド終了です。さあこんなラウンドどっちにポイントつけるべきかですね。ウィリアム・ジョッピー有効ではないですよね、はい、パンチ出してないんですから。さあこれどっちがそれでまあ構成を取ってるかって言ったら、これやはりそのグリーンの方が取ってますよね。まあたまにそのジョッピー打ってたシーンもありましたけど、このラウンド全体どっちが支配してたかって言ったら、もう振り分けたらやっぱり私はグリーンと見ますね。浜田さんのご意見は。まあ私もグリーンですね。ジョッピーの左一本のボクシングですね、今のところ、はいはい、足を使いながら、そして相手のその突進ですね、はい、突進をこれでジョッピーがかわしてるかというと、どっちかというと四角してる感じしますよね、はい、だからあれではペース試合にならんところありますね。まあ、足使ってもですね、そのジャブ出しながらその打ちながら足使うんだったらこれいいですけど、ジョッピーみたいにもう動き回るだけでこれ逃げですよね。だそれはアウトボクシングポイントにはならないですね。ボディを叩きます。これを押さえています。首、右のグローブで相手の首を捉えていました。グリーン目のあたりがかなり腫れてきています。
フリオセサール・グリーン、ドミニカの出身であります。後頭部か、ちょっと間違えると後頭部を打ってしまう、そんなパンチでした。左ポンポンポンとつく、そんなジャブを続けています。ジョッピー右方を叩きました。左の方ですね、右で持っていきました。ただそのダブルのジャブを打つとき、そのジョッピーのジャブは2発目バックハンドになりますね。レフリーも注意した方がいいですね。一度注意しましたけど、今のもちょっとバックハンド気味に当たっています。本人フリッカージャブのつもりで打ってるかも分かりませんけど、2発フリッカー打った時にですね、2発目はもう横はたきみたいな形になりますね。ジョッピーのスタイルを見ているとちょっとミドル級らしからぬこういう戦いっぷりですよね。やはりミドル級としては小柄ですし、それもパワーがありませんから、まあ、スピードで勝負するボクシングですね、はい、先ほど見ましたかつての名選手シュガーレイ・ロビンソンが戦った殿堂のマイソンスケアガーデンです。数々の名選手がこのリングを生んでいます。もちろん改装もされましたし、リング自体も違ったものですけれども、このマンハッタンにあることは変わりがありません。出てきます。おっと、捕らえてしまいました。このラウンドも終了です。第8ラウンド終わりました。このラウンドはそのグリーンの方が、まあ、前は出てるんですけどパンチを出してないですね、はい。まあ、ジョッピーもバックハンドブローよくあったんですけどね、まあ、このラウンドはやはり手を出してたジョッピーの方にペースポイントを与えるべきかもしれませんね、まあ、ジョッピーの10対9につけます、はい、続いて第9ラウンドです。スタミナをちょっと危惧するんでしょうかね。なんか密度の薄いボクシングをしてますね、はい、ジョッピーが。グリーンもそれをきっちりと捉えることができません。ただ、はい、これだけ、ジョッピー動いて左主体のボクシング、そして、下がるボクシングをしていると、ね、対戦者のグリーンとすれば圧力を感じなくなってくるんですね。ジョッピーとすればいつかは出るぞという雰囲気が出れば別ですけどね、それを相手に今与えてないところがありますね。というウィリアム・ジョッピー、ジョッピー自身もここマイソン・ペアガーデンは初めてのリングということになります。ここまではいろいろなところで試合をやってきています。ニュージャージーもあります、ネバダもあります、それから日本ももちろんあります。それからイングランドでも試合を行っています。このチャンピオンウィリアム・ジョッピー、一方のグリーンはこのニューヨークを本拠地にして戦ってきています。ですから歓声もこのグリーンの方にもかなり先ほどから飛んでいます。逆にこの足を使うジョッピー、チャンピオンよりも挑戦者に声援が飛んでいるわけです。まあ、このグリーンっていうのは地元選手ですもんね、ええ、グリーンも挑戦者ですからもっと攻めた方がいいですね。もうダウンから3ラウンド目のダウンから回復してますからね、はい、グリーンの方も出ていけないわけですね。加えてジョッピーが足を使います。プエルトリカンがこのニューヨークにやってまいりまして、そこで試合を行うことが先週話に上りましたけれども、このドミニカからもやはりニューヨークに来てるんですね。ドミニカからもその移民が多いですよ、
ただ最近はですね、マイアミですね、あちらの、フロリダ州、そこにもうヒスパニックコロニーって言いますかね、はい、だからそういう、フロリダ州、特にマイアミはですね、スペイン語がもう非常に通じるようになってますからね。小さな感じを返します。ここでゴングです。ですから中南米からやってくるものとしては、マイアミに行くかニューヨークに来るか、この2つの道が大きな道があるわけですね。そうですね。一世代前はやはりプエルトリカン、ドミニカンというのはニューヨークへ来る移民が多かったんですけどね、最近はフロリダ州、マイアミが多いですね。さてこのラウンドはじゃあちょっと浜田さんに印象を聞いてみたいと思います。浜田さんどういう印象を変えましたか？このラウンドですね、グリーンはどんどん前には出てるんですね、はい、ほとんどパンチ当たってないんですよ、ジョッピーは足を使って綺麗なボクシングしてるんですけど、ジョッピーのパンチも当たってないんです。これ、左ジャブがジョッピーの当たってればポイントにつけられますけどね、はいはい、追い詰められて動いているという印象付けがジャッジに出ると思うんですね。このラウンドは私はグリーンですね。あ、グリーンにつけますか、はい、小泉さんのご意見は、まあ、お互いにその有効打がないようなラウンドですね、あるいはもう有効打均等なラウンド、ここでリングジェネラルシップっていうのをどう考えるかなんですけど、まあ、私もそのグリーンの方がですねプレッシャーかけてたっていうことで挑戦者のポイントにしました。はい、ただここはちょっと難しいですね。どうですか、ニューヨーク州はこのジャッジは10対10をつける傾向というのはまだちょっとありますか？ニューヨークこそですね、ないんですか、10対9の振り分けっていうものですね、まあ、発祥の地って言ったらおかしいんですけど、ラウンドシステムを使ってたのはここなんですよね。はいはい、じゃあそれこそ徹底してるわけですね。まあ一つの例としてですね、ウィルフレッド・ベニテスとですね、ブルース・カリーですね、これを戦った時に確かそのウィルフレッド・ベニテス3度ダウンされたんですよ、ところが判定で勝ったんですよ。というのはラウンドシステムを取ってましたね、はい、それでラウンド取ったラウンドが同じであればそこでダウンしたポイントを採点するわけです、はいはい、ところがベニテスは他のラウンドを抑えてたわけです、レイノーそのアウトボクシング、はい、で結局ベニテスの勝ちですよね。ニューヨークのラウンドマストシステムっていうもののあり方にそこに疑問を呈したことがあったんだよね。3度もダウンさせてダメージはブルースカリの方が相手に与えてるのに勝ちはベニテスだと。その最後今はですね、このマイラウンドどちらかに振り分けるっていうのはですね、かつてのプロボクシングから見たアマチュアボクシング的な裁定になってるんですよ。10対10をできるだけつけないということのために。おっと左飛び込んでいきました。また左、今度は相打ちだったんですがジョッキーの方がやや強かったようです。そうですね、さあ中盤に差し掛かっていますので、そろそろまた大きな波が来そうです。波を作ろうとしてますね、ジョッピーは。こんなラウンドジョッピーが、はい、今まで引き気味だったチャンピオンジョッピーが自ら動いているようです。あと、しかしもうまた少し手を出しまして、動くこと自体これ、はい、全部逃げじゃないわけですよね、これジョッピーの今までのが、まあ、逃げと見られてもしょうがないような状態があったところが、このラウンドは動きながらの打ち方になってますからね。お客さんは同じ動きと見てるわけですね。そうか、お客さんは、はい、第10ラウンド終了しました。私はこのラウンドはもうさっきのラウンドとは似てはいますけどね、まあ、ジョッピーのいい左もありましたからね、はい、このパンチですね、こういったパンチもありましたから、私はジョッピーのラウンドにつけます。グリーンはパンチ出してるんですけど、ちょっと不正確ですね、今日は余談が多いんですけど、 WBA と WBC の採点傾向の差、同じ世界タイトルマッチでも差があるんですよね、はい、WBA の方がやはりNBA からの伝統っていうのがありますから、より古典的に有効なクリーンヒットっていうのを重く見る傾向があるんです、はい、WBC の方は割とですね、リングジェネラルシップ、まあ、ペース支配っていうのに重きを置くんですね。
同じジャッジがですね、例えば WBA 行ったり WBC したり行った時にその使い分けしてるとは思わないんですけれど、WBC の会長ホセスライム、それ WBA の会長ヒルベルト・メンデス会長のいうのがですね、やはりやっぱちょっと違うんですよね。スライマン会長の指示というのはやはりその技術っていうのを取らないんだと。ではあの日本が認めてない IBF はどうなんですか。 IBF っていうのはですね、これはもうアメリカ的ですね。それでやはりあのリングジェネラルシップを重きに取りますね。そうしますと WBC にちょっと近いわけですね。近いですね。だから WBA っていうのは東洋と中南米が非常にどうですか、主な位置を占めてますから、はい、そういったところのボクシング、パナマのジャッジ、そしてプエルトリコ、そういうところのジャッジ、あるいは東洋のジャッジというのは割と伝統的な有効なクリヒット重視ですよね、はい、両者細かいパンチです。ジョッキーが、4ラウンド、5ラウンド過ぎからですか、こういったボクシングに変わったというのは逃げ切りを考えているかもしれないですね。ほうほう、これもうあのとラスト2ラウンドになっています。ウィリアムジョッピー、ここで攻めないところを見るとポイントは取った、ね、逃げ切ろうという計算かもしれないですね。先ほどの10ラウンド取ってもうこれで決まりと思ったんでしょうか。あ、こんなのはそうですね、明らかにブーイングが起こっています。右拳を上げました。グリーン、あー、左当たった。後ろから打ちました。減点ですね今のね、スパーリング、ジムのスパーリングなんかでですね、ちょっとあの格下の選手でやるとですね、格上の選手はああいう風に回り込んでおいおいって言ってあのやったりするんですよね、ああいうのがここに出たんですけど、あれは良くないことなんですね。これは減点されてもしょうがないですか。いや、減点するに値するかどうかなんですけどね、やはり後ろを回り込んで手出してましたからね、まあ、こちらに今後ろに回り込んで、もう一つはですね、グリーンが後ろに回り込まれたっていうのもあるんですね、はい、それだけ後ろに相手の後ろに回るっていうのは相当のスピードができないわけですよ、それがグリーンがやられてしまったっていうところも見なきゃいかんですよね。まあ、打ったこと自体は良くない行為にしてるんですね、はい、グリーンが相手を後ろに回させてしまったというところもやっぱりスピードの違いを見なきゃいかんですね。今左打ってですからね、左打ってこれ横、打ったら横に動けっていう指示をする場合にまず打って今の感じで、横にスライドしたんですね。それはスピードあるからできることではあるんですよね。ポイントはどうなりますか。私は10対9でグリーンがプレッシャーってペースシェアしてたと思うんですね。そしてマイナス1ですから、まあ、私の採点ではこのラウンドだけで2ポイントジョッキーは損してることになりますね。だから本人が考えてるほど前半のポイント守ってないのかも分かりませんね、なるほど。というのはですね、採点がちょっと難しいのはジョッピーのジャブを有効と見るかどうかなんですよね。あと2ラウンド目ダウン取られていますけどね、3ラウンドノックアウト寸前まで持っていったとしてもあれは実体7ですから、はい、そうなんですね。2度ダウンさせても3ポイントですからね、ですからね。それで2ラウンド目は2ポイント取られてるわけですよ、そんなに差がついてないですよね、序盤はね、リードしてると思ってます。まあ、ノックアウト寸前だったんで、勝ってる気分が未だに消えない状態があるかもしれないですね。ということは、このラストラウンドは浜田さん、かなり大きなラウンドになりそうですね。そう思いますけどね。あ、しかし、それを察知してか、ジョッピーも手を出してきています。おーっと、いいジャブです。ウィン。ボクサーの心理というか、セコンドの心理もそうなんですけどね、はい、ダウンされるでしょう。それで、あとダウン仕返して、まして、2度ダウンさせたりするとですね、前半の最初のダウンを受けたものがですね、記憶が飛んでしまうんですよね、やり返してやった、そうですね、で勝ってる、なんかそれをビッグポイントみたいに考えるんですよね、はい、私なんかもそんなミスしたことあります、ポイントに間違いしたこともあるんですけどね。
それはあるんですよね。それに陥ったのかもしれませんが、本さん、今後の10票はちょっと違いますね。まあ、競っているなというふうなことを自分で感じたか、もしくはセコンドからも言われたかでしょうね。アウトボクシングじゃなくなりましたもんね。やっぱこの回はいいパンチ決めようというボクシングですからね、はい、このラウンドを締めて終わろうということでしょう。ウィリアム・ジョッピー、今までのはアウトボクシングの中でも流し方の流しのアウトボクシングなんですね、これこのラウンドはやっぱり動きながらも打ってますから、まあ、攻めのアウトボクシングというですかね、グリーンの方もですね、2ラウンド目ダウンさせた強い左フックはちょっと見られなくなりましたね。まあ、それもそのはず、これがラストラウンド、しかも残り30秒を切っています。もうと一発狙ったんですが、これは当たりません。グリーン、このグリーンはスタンスの取り方なんか、昔世界ヘビー級チャンピオンだったマックス・ベアみたいな足の構え方しますけどね、スタンス。ボディグロー、おーっと、これは抱え込みます、ジョッキー。はい、ああ、試合終了です。ジョッキーが先に両腕を上げました。遅れてグリーン。ダウンが両者合わせて3つあった試合だったんですが、結局この試合は判定になります。判定はどちらでしょうか。これは微妙なところでしょう。私は112対112ですね。あ、イーブンですか。私はですね、ジョッピーが取ったのは3、4、5、はい、8、10、12ですね、はい、そして3ラウンド目は10対7、逆にグリーンの方は2ラウンド目は10対8ですね、そして6、7、9、11ラウンド目は限定位置がありますから、はい、10対8、そうすると私は112対2になります。判定どう出るでしょうかね。ジョッピーのこのダブルの2発目がバックハンド気味のああいうアウトジャブですね、それをどう評価するかですね。2ラウンド目のメダルフック相打ちのジョッピーのダウンです。ジョッピーはちょびっと効きましたね。浜さん、この辺はすごくよくね、手が出てたんですよね。2回目のダウンを取って、その後は、ちょっと聞いてみましょう、採点です。Here are the score totals. Judge ringside, Steve Weisfeld scores at 113 to 112. Judge Rafael Caravaggio scores about 116 to 113. Judge Gonzalo Rivera scores about 114 to 112.114、112。新チャンピオンです。チャンピオン、フリオ、セサール・グリーン。ピンチヒッターのチャンピオンを退けて、自分が新しいチャンピオンになりました、フリオ・セサール・グリーン。いや、これは嬉しいでしょう。当初は WBO に挑戦するはずだったんですが、チャンピオンが、都合により、そのタイトルがなくなりましたが、代わって浮上しました WBA のタイトル。急遽決まりましたこのタイトルマッチだったんですが、受けて立ちましたウィリアム・ジョッピー、敗れてしまいました。新チャンピオン、フリオ・セサール・グリーンです。